チームの中心として、なのに、ぼ、たけし、ソリマチさん、お前だって十分すごいさ。それをヒューガさん抜きの東邦学園を全国大会の決勝まで連れて行ったのも、全国大会 V1 を成し遂げられたのも、そして東邦学園で俺がゴールを挙げられたのも、司令塔としてのお前の力があったからさ。だからたけしのその力、たけし、俺にラストパスをくれ。ヒューガさんには及ばないが、俺だって日本一の、はい、そうだ、その息だぜ。一見すると司令塔の3ゴールが味方の力を引き出そうとがんけど、実はあのジャロってフォワードが3ゴールの力を引き出す。俺が一緒にプレイした中で最高の司令塔はたけし。その力を俺が引き出すんだ。やっ、うわっ、ほらよ、ライスシュート。やっぱり反町さんは日本一のチームのフォワードです。いや、お前のパスだから決められたのさ。さすが全国大会を制したし。あの15番の選手うまいな。あの19番の良さを完全に引き出してた。それだけじゃない、19番の方も15番の良さを引き出そうって頑張ってたぜ。僕たちも負けてられないね。ああ、俺たちももっと頑張ろうぜ。やっぱり3ゴールもっとは、え、それはできるはできるけど、俺たちのことは気にするな。3ゴールお前の 100%。 わかった。